ック完了。やはりここは金城のパレスにそっくりだ。そうだね、悪趣味なところもそのまま。だけどちょっとだけ雰囲気が違うかな。なんだありゃ、 ATM が歩いてやがる。このパレスの主、金城にとっては通行人がみんな金を運んでくる道具に見えてんだ。いや、厳密には金城パレスに似た場所か、それすらも模してるってことなんだろう。似たような場所でも嫌な気分になるね。人をお金としか見てないってことだし、マジ最悪。なあ、金のことしか頭にねえやつに、おやすさんやマサさんも苦しめられてんだ。金城ってやつのことは知らねえが、俺にとっても一言じゃねえ。金ってよ、虚しくなんねえのかな。そりゃあった方がいいけどさ。欲望を抱きすぎるのも考えものということだな。ん？おい、入り口のあたりに誰かいるようだが。前に来た時はコアっていうのを見つけたら脱出できたんだって。仮にあなたの話が本当だったとしても、私たちだけで中に入るのは危険でしょ。お互いはぐれた仲間とも合流できてないのだし、闇雲に動くよりまずは現状を見極めましょう。わかるんだけど、ここでずっと待ってても仕方ないし、先に私たちが入って中を調べておいた方が。クローザーか。話には聞いていた。俺はホックスだ。よろしく頼む。クイーン、お前も無事だったか。ええ、なんとか。あなたがワンダ？そちらがソイで、そのちょっと不思議な子がキャトルでいいかしら。不思議な子？あれ、まだ自己紹介とかしてなくね？なんでわかったんだ？クローザーがいろいろと教えてくれたのよ。最初は質問詰めでクイーン怖かったよ。敵なんじゃないかって疑われてさ。そこはごめんなさい。でも急によくわからないところに飛ばされて、知らない人がいたから警戒してしまって。誤解も解けたし、謝ってくれたし、全然いいんだけどね。おおよそのことはクローザーから聞いてるわ。以前にもこういうことがあったって。それにしてもこんな出来事があったなら、誰か前もって話してくれてもよかったんじゃない？それもそうだな。俺もパンサーと一緒でなければ混乱していたかもしれん。そのことなんだが、この空間から脱出するとここで起きたことの記憶は失われるようだ。お前また我が輩のセリフを横取りするなよ。回答なのだ。盗むことは専売特許だろ。
けで教えたくても教えられねえんだよな。多分今回の件も忘れんじゃね。そう、じゃあ現実に戻ってから改めてじっくり考えることはできないのね。どうしてこんな空間に私たちが飛ばされたのか、なぜ移動した先がバラバラなのか、ここが私たちの知っているパレスと似て非なる場所になってる理由も気になるし。すごっ、クイーン、もうそこまで気づいてたんだね。他にもコアの正体とかいろいろあるけど、これをただの異世界ナビのエラーで片付けていいの？確かに。まあ、わかんねえことばっかだけど、コア見つけりゃ帰れるってことはわかってるし。前回はそうだっただけで、今回も同じとは限らないじゃない？もちろん同じじゃないとも言えないけど、未確定要素が多すぎて今は答えは出せないだけで。あれ？なんか今俺問い詰められてる？どうなの？とでも言わんばかりの勢いだな。ああ、もちろんこれはあなたたちを責めてるわけじゃなくてね。羨ましい。え？お前の思考力や洞察力には目を見張るものがある。ちょうど参謀役が欲しいと思っていたのだ。どうだ、わしらの怪盗団に来ないか。おい、お前いきなり何言ってんだ。そうね、それはちょっと。そもそも仲間がいる前で堂々と引き抜きはどうかと思うぜ。なあ。ならば仕方ない、諦めるか。でもそう言っていただけて光栄ね。だがそちらが嫌になったらいつでも歓迎するぞ。こいつ諦めてねえ。やめなさい、キャトル。ごめんね、うちの子が騒がせちゃって。うちの子？まあまあ、とりあえず中に入ってみない？ジョーカーも探さなきゃだし。さて、ここでじーっとしてたから動きたくてうずうずしてたとこだし。そうね、これだけの人数が揃った今なら危険も少ないでしょうし、中に入ってみましょう。やはり内観も金城のパレスと似ているな。ねえ、そうね。てか、ちょうどこの辺りだったよな。ん？何が？クイーンがエグかったんだよ。ペルソナ目覚めて気づいたらバイク乗っててさ。バイク？うぜんだよ、このナリキンが。タンカ切って敵を吹っ飛ばしたよね。いや、あの時は無我夢中で。あれは確かに素晴らしい勇姿だった。絵に起こせなかったのが残念だ。そうだ、よければもう一度やってくれないか、ここで。やらないわ
よ。大体あれは金城を許せない気持ちと言いなりだった自分の怒りが重なってて、そうだからやってって言われてできるものじゃないの。その割に結構気持ちよさそうに飛ばしてたわ。だよな、はしゃってたし。はしゃ言うな。はい、この話はおしまい。さっさとこの場所のことを調べるわよ。左遷した。クイーンって頼りになるよね。女子代表のリーダーって感じでさ。そうそう、男子がバカなこと言ってたらビシッとまとめてくれるしね。さて、ではこのパレスのことを教えてくれぬか。わしらにとっては初見で、構造も分かっていない。って言っても、さっきのまだらめのパレスと違って、金城パレスは今まさにうちらが潜入してるとこで。あ、そうなんだ。じゃあこっちのみんなも全部は知らないってこと？そうだな、まだ金城のお宝の位置も特定できてない。そういえばジョーカーここにもいないね。あいつのことだし、独自にあちこち調べ回ってんじゃねえの？一人でか？そりゃ心配だな。けどあんま心配はしてないかも。え？あ、勘違いさせちゃったらごめん。彼なら大丈夫って意味でね。ジョーカーは誰よりも素早く慎重な男だ。単独行動でも敵にはまず見つからないだろう。確かに、前に会った時もすごい身のこなしだったよね。ああ、だから俺たちは気にせずにコアを探せばいい。そういうこと。お前たちがそういうのなら、コアを盗むことを優先するか。場所は地下の方から感じるな。今回は一つの匂いしかないようだ。わしのセリフを。怪盗らしく盗み返してやったぜ。それならひとまず地下に向かいましょう。ジョーカーもそこにいるかもしれないわ。なるほど。
ふむ。これで容赦しないかね。この世界に何の用だ。行くぞ、気を抜くな。食らうぞ人間。ペルトラ品田姫、受けてみろ。ペルソナ、ここはペルソナ。食らうぞ人間。やっちゃおう、ペルソナ。これで決める、フルスロットル。さすがだ人間よ。これで決める、フルスロットル。治療は任せて。私の出番。緊張するな。
治療は任せて。ふむ、そうね、一緒に探そっか。あ、宝箱だ。なんだ。球を据えてあげましょう。キョコ、私の声届けるよ。吹き飛ばそう、全部全部。この鼓動を歌に乗せてカリオセペルソナデュオ。マジか。ここはペルソナ。この鼓動を歌に乗せてカリオペ、聞いてほしいこの歌を。これでどうだ。任せて。ペルソナデュオ、やるわよペルソナ。どうですか。ないんだけど。どうですか。見える。これで決める。フルスラッソル。神秘の英知酔いしれのせ響き渡れ、どこまでも。これで決める。フルスラッソル。
ふむ。ふむ。いただいていくわ。素直に負けを認めよう。ペルソナデュオ。ここはペルソナ。マジか。数の札束だな。全部でいくらんだこれ。全部偽物だろうけど、本物だったら何でも買いたいそうだよね。ねえ、みんなだったら何買う？俺は画材だな。キャンバスはもちろん、パレットやペインティングナイフ、刷毛を補充しておきたい。私よく知らないんだけど、画材って結構高いの？ものによるが、高級品だと10万以上はするな。10万！？工房筆を選ばずとは言うが、良質な画材が使えるのならそれに越したことはない。面相筆が何本か傷んでいたからな。あれをまず買い替えて。こんだけの金前にして筆かよ。芸術バカっつーか、フォックスらしいっつーか。我が輩は現実の姿じゃ金は使えんからな。パンさんにプレゼントするぜ。マジ？ありがとうモナ。金はいらぬようだが、代わりに猫もどきには横島な欲望があるようだな。なんだよ。じゃあお前の方こそ、金が手に入ったら何すんだ？わしか？わしはステーキだな。分厚い肉をレアでいただきたい。ジュルリ。ジュルリってそのまま言うやつ初めて見たわ。ステーキだと？ならば俺もそこに呼ばれよう。おめえは飯の話するために食いついてくんなよ。
俺が？そうだな、自分の店を開きてえな。あ、もちラーメン屋だよな。ああ、つっても現実じゃ何年先になるかわかんねえけどさ。何年かかってもいいじゃんか。開店したら教えてくれ、絶対食いに行くわ。お、サンキュー。もちろん俺も同行させてもらおう。いやだからお前、まあいいか。ねえ、これだけお金あったら野球場も建てられるかな。前から思ってたんだよね、家の近くに球場があったらいいなって。ごめんなさい、夢を壊すようだけど、この金額じゃ多分無理ね。うそ、これだけあっても無理？クローザー都内に住んでるんでしょ？これだけじゃ土地代も払えないだろうし。あ、そっか、土地代もあるんだった。憎むべきは土地。そこ土地に憎んじゃうんだ。まあけど、突然こんな大金手に入っても実際は持て余しちまうだけだろうな。違いねえわ、まず高いもんの買い方すらわかんねえし。限られたお小遣いの中でやりくりするのも結構楽しいよね。こんなに並べられるだけのお金があったら買い食いとかしても楽しくなさそう。選ばなくても全部買えちゃうもんね。しかしこれだけあればもう俺はもやし丼を食う必要はない。もやし丼って白米ともやしだけってことか。いや、白米はない。それもはやただのもやしだろ。ウォンダー、お前はどうだ？こんだけの金があったら何をしたい？ほう、いい欲望じゃないか。だが、金は人間を狂わせるとも言う。使うのは構わんが、節度をわきまえることも重要だぞ、ワンダ。はいはい、もしもの話はここまでにしましょうか。そろそろ別の場所を探りに行きましょう。ジョーカーのことも気になるしね。いただいて。任せて。ペルソナデュオ。やるわよ、ペルソナ。これで決める。フルスロットル。知れなさい、響き渡れ、どこまでも。これで決める、フルスロットル。
できてるよ。何者だ。聞いてほしい、この歌を。受けてみろ。痛くしてあげる。この鼓動を歌に乗せてカリオペペルソナデュオ。やるわよペルソナ。いくぞ。読みやすい。やってやろうじゃねえか。神秘の英知酔いしれの巣響き渡れ。どこまでもこれで決める。フルスラッドル。これでどうだ。しようね。任せろ、ペルソナ。これでどうだ。我は何時。さあ仕掛けるぞ。
ペルソナデュオ。なんだったよ。この時を待っていた。なんだったよ。ふむ。チャンスね。礼儀知らずどもはこうだ。この鼓動を歌に乗せてカリオペ聞いてほしい。この歌を任せろペルソナ。受けてみろペルソナデュオ。いってー聞くだろ。貴様この時を待っていた。若いのに残念。言って聞くだろ。何見くびられたものだ。言って神秘の英知よいしれなさい。本番だよカリオペ。明日は我が身だな。これが私の戦力の歌。言って。吹き飛ばそう。全部全部ダメ。動きづらくさせられたって。仕留めろゴエモン。行くぞペルソナ。もう心配したんだから。ペルソナこれでどうだ。お迎えな近いってか。治療の時間ね、タレイヤ。ペルソナデュオ勝利の美酒で乾杯。あ、宝箱だ。誰かいたよな。タイミング完璧。チャンス。この鼓動を歌に乗せてカリオペ聞いてほしい。この歌を任せろペルソナ。受けてみろ。いや、次の曲行こう。このペルソナデュオ。この時を待っていた。これで絶景かな。神秘の英知よいしれなさい。響き渡れどこまでも。みんなを助けたいの。タレイヤお願い。見せ場だペルソナ。これでどうだ。ペルソナデュオ。まずいぞ。
よく聞け。任せろ、ヘルソナ。いただいて。やばい、ヘルソナデュオ。なんなんだよ。貴様、この時を待っていた。なんなんだよ。いただいていく。任せろ、ヘルソナ。この鼓動を歌に乗せてカリオペ。いただいていく。ヘルソナデュオ。いいぞ、実にいい。ピピッと来た。あれは貴重なものだぞ。
しで怪盗ごっこかよ。この鼓動を歌に乗せてカリオペ聞いてほしい。この歌を任せろヘルソナ。これでどうだ。私の声届けるよ。ペルソナデュオチャラ。この時を待っていた。いや聞くだろ。何憎みられたものだ。よし回避成功。憎みられたものだ。絶景かな。神秘の英知酔いしれのせ響き渡れ。どこまでも絶景かな。ガキに追い詰められると。見せ場だペルソナ。よろしくお願いします。Thank you.
ふむ。ええ。ピピッと来た。あれは貴重なものだぞ。よし、ピピッとのダガーゲ発見。聞いてほしい、この歌を。この鼓動を歌に乗せてカリオペ。任せろ、ペルソナ。受けてみろ。私の声届けるよ。お気を忘れてあげましょう。ここはペルソナ。行くよ。神秘のエイジ、酔いしれなさい。響き渡れ、どこまでも。これで決める。フルスラッドル。この時を待っていた。いや、見せ場だ、ペルソナ。これでどうだ。任せろ、ペルソナ。受けてみろ。ありがたい。やるわよ、ペルソナ。お灸を据えてあげましょう。どこを見ている。この時を待っていた。どうですか。
憎みられたものだ。神秘の英知、酔いしれなさい。響き渡れ、どこまでも。絶景かな。ふむ。重要なものがありそうね。調べてみない？いいものが手に入ったわね。いた！今そこに何かいたぞ！速攻でやりましょう。この鼓動を歌に乗せてカリオペ！聞いてほしい、この歌を。任せろ、ペルソナ！いただいていく。お灸を据えてあげましょう。やるわよ、ペルソナ。聞くだろ。どこを見ている。この時を待っていた。神秘の英知、酔いしれなさい。響き渡れ、どこまでも。絶景かな。任せろ、ペルソナ。いただいていく。ここはペルソナ。なんだよ。貴様、この時を待っていた。やべ、こいつらしい。実にいい。重要なものがありそうね。調べてみない？
宝箱だ。うん、いいものが手に入ったわね。なるほど。お宝の気配がする。探してみて。なるほど。任せろ、ペルソナ。これでどうだ。これでどうだ。やるわよ、ペルソナ。なに、この時を待っていた。どうですか。残念だったな。見くびられたものだ。よくも。どうですか。貴様、見くびられたものだ。絶景かな。神殿の英知、酔いしれの背、響き渡れ、どこまでも。これで決める、フルスラットル。ピピッと来た。あれは貴重なものだぞ。
待には応えてみせる。Oh, my.